好きな女の子の仕草。ハゲてきましたか。おっぱい。おっぱい。ヘラヘラ踊ってるやろ。いやすごかったな。お前にごめんって言うか。俺にごめんだよ。初めて。何言ってんねん。俺お前に思いっきり胸ぐらつかまれたこと覚えてんねんけど。Everybody, everybody.どうもこんにちは、錦織亮です。赤西です。やっと公開されたね。そうね。なんか言われた？言われたよ。面白いよねとも言われたし、うん、 YouTube 初心者っぽいのがいいねみたいなことも言われたし。あ、でもなんかあれなんやろ、ボリューム0初回が急上昇1位になったらしいで、でそこにもコメントもいっぱい書いてたらしい。お前見たコメント、うんうん、YouTube の欄のコメント。うん、見たよ。あ、見た？亮ちゃんの代わりに。いや、ありがとう。亮ちゃんの代わりに見て。俺まだ見てないからね。好意的なコメントいっぱい書いてあったよ。あと俺気づいたのが、うん、外国の人たちも多い。あ、そうなん。サブタイトルつけてくれって結構来てた。じゃあそこはもうお前頑張れ。俺がサブタイトルつける。そうやん。終わる終わる終わる、うん、え、いや1日がそれで終わる多分。終わんねえよ。終わるってお前。あ、ちょ、ロゴも反響多かったって。あれちょっと俺から言わせてやじ。ああ、いいよいいよ。あれお前が作ったやつを混ぜるって言って、で最終的にあの形になったんですけど、左上に出てるやつだと思うんだけど、あれ2人で納得した上で作ってるんで、あのジンとちゃんと話して、裏で話して出来上がってこれでいこうってなってるんで、ジンも大賛成なんで。ね、気にしすぎじゃない。めちゃめちゃ嫌がってたらさ、うん、ここで採用、りょうちゃんも採用しないじゃん。まあ、ね、そんぐらい分かってるよ、まあ、ただ自分的には言ったやん、俺怖いってそういうの。こうジンとかのファンに俺が全部やってるみたいに思われたら嫌だとか思って。ちょっとあれやろうか。こないだやったやんか、ツイッターで募集して。お前らどうなのハッシュタグでしょ。うん、たくさん、ね、もらったからね。ありがとうございます。あ、これいこうや。あきこさんから。今まで喧嘩とかしたことあると思うんですけど、どっちが先に謝りますか。どっちが先謝んねやろ。でも俺別に謝るよね。ジンも謝るよね。うん、何回か喧嘩してるよね。喧嘩っていうか、そうね、割と長期で話さなくなったりとかあったよね。え、でも俺一番覚えてる喧嘩は違うな。何？千葉かどっかのさ、温泉施設みたいなところ行って、ロッカールームで俺お前に思いっきり胸ぐらつかまれたこと覚えてんねんけど。覚えてる？マジで全然覚えてない。うっそ、なんでやったっけな。めったにないぞ胸ぐらつかむのなんて。いやでも胸ぐらつかんでそのまますぐ裸になって2人で風呂入ってたけど、また16、17、18ぐらいじゃない。そんな感じだよね。まあまあでも今はあれだよね。うん、いや喧嘩しないよね別にね。もう理解しようとするこの幅が増えたやろな、きっとな。うん、それはあるね。え、ジョジン、これやってみようや。どれ？アトモさんからのあと入力して出てくる予測変換トップ3。俺、あなた。2個目は当たり障り。ほんまやで、ほんまやで。俺、あなた、当たり障り。あ、ほんとだ。あっても俺、赤西。うん、赤西ジン。めっちゃ自分の名前入れてるやん。え、でも2位やったら俺が出てくるってことかな。じゃああ、俺これ2錦戸、ほら、そういうこと。西、日本語。もうやめとこうか、なんかえげつないの出てきたら嫌やし。場合によって。しないように励む。あまりない。何度も。記憶にない。45個ぐらい。場合による。パンパン。二十歳。今？俺これジン、幸せさんのよく見る YouTuber はいますか？これはいないんです。いない？いないんです。俺本当に YouTube PV とかしか見ない。あ、そうなの。俺よく見るのは一個あってさ、東南アジアかなんか南米なのか分からへんけど、もう上半身裸の水着みたいな海パンだけ履いて、男長い棒に先っちょに金属ついててさ、それで土を掘り倒して家みたいなの作っていく YouTube 知らん？めちゃめちゃ、ね、めちゃめちゃ面白いんよ、うん、神社とかさ、宮大工ってわかる？釘使わずに家とか、なんやろ、寺とか建てていく人たち、
こうやってガチってやってここに何か刺してとか、うんうんうん、木同士をね釘使わずに、うんうん、そういうのずっと見てたら出てくる、アルバムの曲作った？お前さあのあーやじゃない、あれはできた、リアレンジは。その宮大工ばっか見てんのかなと思って。ああそういうことそういうこと、やることやってみろよってこと。そう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 。みなみさん、2人とも酔っ払ったらどうなるのか教えてください。俺今のこれ飲んでるよ。でもジンそんな変わらんよね。俺らさあれじゃん、いじったりとか、なんかそこにいる誰か一人をいじらないと面白くならない時とかってさ、めっちゃ行くじゃん。いや僕はそんなつもりはないかな。年取ったなと思う瞬間は、サチさん、いや腰痛い。あー分かる、うん、体痛いよね。体痛い。いやこんなのないよ。ないよね。 20代で腰痛くしてもライブできたもん。昔考えられへんかったよな、そんな怪我とかしてもすぐ治ってたしさ。そうね、うん、俺も膝痛いし。セイナさん、今までの人生で一番衝撃的だったことは何ですか？これは俺はもうある、おっぱい。おっぱい初めて、うん、おっぱいに触れた時、うん、制服着てた先輩のところに触れてしまったというか、で、不意にね、不意に、うん、ただその制服もあの夏服で、だから感触がすごい分かったわけよ、うん、で割とちゃんと掴んだわけ。どういう状況？不意に掴む、こうやってここにあったわ、うん、ここにおっぱいがあって、うん、あの時のこの感触が、うん、なんだろう、いやもうとにかく衝撃だったのよ。わ、女性のおっぱいってこういう感じなんだ、うん、いやすごかったな、あのおっぱい。いいおっぱいだったんだろうな。人生最後に食べたいものは何ですか？チョコレート。意外やな、なんかちょっとガムとかでいいかも。だってさ、明日死ぬんやろ。明日死ぬって分かってたら俺何食っても味せえへんと思うわ。俺好きな女の子の仕草、舞さん。俺好きなんていうか、俺嫌いなんやったら思いつくねんけど、嫌いっていうか、あちょっとあんまそれせんといてよって思うの言っていい？いいよ。こうやってさ喋りながらさ、こうやってたまにこうやってブラジャー直す人やんか。俺あれめっちゃ嫌いやねん俺。あそう、なんで今すんのって思う。俺あんま気になんないからなそれ。あそう、北部テニス部、あスパムおにぎり、ごめんなさい。2万ぐらい見えない未来。お化けハゲてきましたか？ハゲてきてんのかな。まだです。俺まだですね。俺ハゲてきてんのかな。はいはい。俺ハゲてきてんのかな。なんか怖なってきた。コメント欄でお前ハゲてるよってなったらもういっか、しゃあないな、受け入れだな。うん、でもりょうちゃんハゲ似合いそうだよ。何それ、俺ポジティブに捉えるべき。みゆさん、ナイスおっぱいといえば何カップからですか？うん、サイズじゃないんだよね。何？形？感触。お前なんか先から触る前提やなお前。そうね、俺は E。 どっからが巨乳？ E だね。あそうやろ、俺もそうやね。 D の子とかが言うのって大概私形綺麗とかそういうことしか言われへんね彼女たちは。とか結局はやっぱ感度やからとか、なんで大阪の女だったんかわからんけど。ライブコンサートより気持ちいいものってある？花豆46さん。ライブコンサートはめちゃめちゃ気持ちいいって俺らが思ってるってことや。あー気持ちいいって歌ってて思う？気持ちいいっていうか、まあ楽しいけどね。あ気持ちいいって思わない。そうだよね。いや俺も思わへん、気持ちいいと、まあまあ、楽しいはあるよね。でも俺楽しいもないかもしれん。あでもね、なんかね大変。うん、結構いろんなとこ気張ってるじゃん、うん、コンサートとかライブやっててさ、うん、ライブってどうですかって言われて一番最初に出てくる言葉って何？いや楽しんでくれてたら嬉しいなぐらいかな。僕がどうとかっていうのは正直そんなにないかも。緊張する？
緊張はね、なんかいやこの間その一人でツアーやったやんか、まあ一人じゃないけど、うん、やったけど、まあ初日はもちろん緊張したし、何回かやったのにこの日だけいきなり緊張したなみたいなことはある。あれ今日なんか緊張するみたいな、多分いつも緊張感は感じてるとは思うねんけど、もちろん俺全然緊張しないんだよね。あ、そうなん、なんで、うん、全然初日もMC だけ緊張する。ライブそのもの自体に緊張はない。ないんや。頭が忙しい。何考えてんの。なんかこの瞬間この照明違ったとか。ああ、わかる。俺じゃあもしかしたらまだそこまでの余裕がなかったのかもね、前回っていうかこの間までのやつは。いやでも楽器弾いてんじゃん。そうやね。まあいやでもお前だってヘラヘラ踊ってるやろ。ヘラヘラは。ごめん、嘘、ヘラヘラとは思ってない。ヘラヘラとは思ってない。お前にごめんっていうか、うん、お前のことを応援してる人たちにごめんやろ今のは。いや俺にごめんだね。あ、そうか。